はい、皆様アニョッス。本日は新年一発目のニャンコ。ランクもそろそろ1万、最近ステージ挑戦動画はあんま出していないですが、プライベートではほぼ毎日プレイ。そんな本日も、お正月に結構ガチャ引いていたので、それのまとめとなります。まずは半額だったので、超猫祭を10連1回だけ。というのも、超猫祭限定のガオ、見たま、ちっていきなり見たま来たー。マジか？はい、まさかの1体目に限定見たまちゃん。これで2体目だけど、これは嬉しい。あ、ちなみにさっきの続き、このガチャの限定で持っていないのはダルターニャだけ。なので今回は10連1回しか引きませんというつもりだったのですが、まさかの見たまで途切れました。これでガオに引き続き、見たまも2体目。それなのに、なぜアフロちゃん、君はそんなに出ないんだい？あ、アフロちゃんの呪いについては、前回の動画を参照してね。ってことでこのガチャの狙いはアフロとダルターニャだったのですが、いやもう2回果たしたー。はい、限定超激レアに、超激レアもう1体、もう十分です。半額だしもう満足っす。はい、ではお次でラストとなります。まあそうよね。それではお次。まずはこちら、ご覧ください。数あるガチャの中でも最強の呼び声高い、ウルトラソウルズガチャシリーズ。主もカチカチヤマンズ以外はめちゃ使いまくっているキャラたちなのですが、今回、そんなこのシリーズに伝説レアの新キャラが追加に。それがこちら、どうやら天使に対しヤバいぐらい強いようなのですが、ぜひ、これは主ニャンコ軍団に加えたい。ということで、超激レア確定ガチャ。ウルトラソウルズなら、プラス触れるだけでも嬉しいので、今回はお正月だから奮発、30連いきます。さあ、未だ伝説レアは一体も所持していないが、主ニャンコ初の伝説レア、お迎えできるか？まあね、まだまだ序盤、大丈夫。ちなみに最後は超激レア確定なので、伝説レアが出るなら途中。いやー、そろそろ一度お目にかかりたいが。お、なんか無駄に激レア多いような。なんて言うとまた激レア。はい、最初の10連は確定枠だけでした。確定はニャンコの中でも最強クラス、カサジゾウちゃん、満足じゃ。それでは、20連目行きましょう。さあ、恋伝説猫ちゃん。今度は確定前になんか来てほしいな。お、最近主がめちゃ強いと思っている猫っし。ニャンコンボも多いし、移動速度も速く、赤い敵にはめちゃ使い勝手がいいのよね。ぜひ、育ててない方はおすすめです。お、そしてここで激レアの新キャラゲット。じゃっそ、なんか変な名前。からの、同じシリーズ、これは前回ゲットしたな。うんこ、ないわね、超激レア。おいこらくぎるとこ、うんこじゃねえよ。はい、しかも確定枠は一番嬉しくないカチカチちゃんでした。それじゃあラスト、3度目の正直。伝説レア恋恋恋恋恋恋。また無駄に激レア大量発生中。あんま嬉しくないっす。これ、3連続確定枠だけだったら、さすがに爆死と呼んでいいレベルかも。かもな。その爆死に、どんどん近づいております。お次、確定前最後。爆死確定。そして確定枠はこちら。桃太郎ちゃんでフィニッシュ。まあ、こういう時もあるわなってことで、また次の開催で狙います。ではまた。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。